皆さんこんにちは、ジゴンです。ということで今回もフィファの情報を紹介していきます。はい、ということで何やらタイトルアップデートシャープ5がやってくるらしいので、まずはそちらから見ていきましょう。はい、ということで翻訳するとこんな感じです。一応情報としては PC 版みたいなので、PS4 とか PS5 はまた1週間ぐらい遅れるんですかね。今回は項目としては、1つの項目しか書かれていません。グランダーパスをインターセプトまたはブロックした後、プレイヤーがボールを保持する可能性が高くなりましたと。この変更はグランダーパスのインターセプトやブロックの頻度には影響せず、インターセプトやブロックの結果のみに影響しますということで、パスをインターセプトとか、ブロックした後に弾いちゃうよということが多々ありますが、それが改善されるということでしょうね。足元にボールが収まるといった感じです。やっぱそうよね。パスコース切りに行ったのに貫通したりとかね、ボール弾いちゃったりすると悩ますもんね。実際とゲームはやっぱりね、その辺の感覚を変えていただく方がいいかもしれないですね。はい、ということで、こちら間もなくやってくるそうなので、そちらもチェックしておきましょう。今シーズン4がね、やってきてますけど、残り日数も結構少なかったはずなんで、今週の木曜日からまたシーズン5始まるんですかね。それに合わせて、今回少ないアップデートでしたけど、こちらの変更が入りそうです。はい、では3次更新いきましょう。今回も SBC 中心ですね。中にトークンも入ってますので、そちらも確認していきましょう。まずは瞬間ジルーさん登場です。はい、クリアする条件はこちらの項目だけなので、一つでいい、楽は楽ですかね。黒選手とレートは85で、フランスの選手が1人必要、連携は75となってます。内容はそんな難しくないです。コインとしては 9.2 万コインぐらい必要ということなんで、するね。はい、選手に余裕があればね、すぐ作れちゃいそうではあります。はい、ジル選手の能力ですけども、逆足3ですね。スキルムーブが4、左利き、ミッドミッド193センチフォワードですね。国籍もフランスですし、いろんなスコットに入るチャンスのある選手。はい、能力はというとこんな感じ。意外と足速いのねと思ったんですが、ダッシュ速度が90で加速が80と、結構ここは差が空いてるみたいですね。決定力、ショートパスも85あったり、視野も86ありますし、冷静さとか、足元も割と高めかな。若干ちょっと低いとこもありますが、ヘディング精度が99、積極性、フィジカル95ですね。スタミナはやや低い80で、ジャンプは93という感じで、しっかり空中戦にも対応できてるし、ちょっとね、足はそんな速くはないですけどね。非常に足元なんかも高いし、得点力もあるんで、割と万能感はあるかなといったところ。みんながみんな全員が、ジル取らないといけないっていうことはないとは思いますが、ちょっと気になるという方、スカットに入るチャンスがありそうという方は狙ってみてもいいかもしれないですね。はい、次が TOTY チャレンジ7ですね。こちらにトークンが入っています。はい、内容としてはこんな感じ。ちょっと自分も作ってみましたが、ゴールド選手は、1人でいいの、自分3人入れてますが、1人で大丈夫です。選手がもう残念ながらいなかったんで、とりあえず入れてみました。はい、レアは11なので全員レア選手が必要ですね。はい、こちら価格にすると5800コインぐらいということで、全て買う必要は基本的にないと思いますし、全てコインをね、使ってしまうことはないと思うんで、2、3人ね、コインなんか使って完成させてみるのがいいんじゃないでしょうか。はい、続いてが81プラスダブルアップグレードも来ています。レア選手2名ということで、これであれば普通にリーグの方がね、まだやってますので、そっちでもいいかもしれないですね。はい、条件としては11選手前へ来ましたよね。金の選手使いましょうということで、レアが6、連携30、前も来ましたね。やっぱり価格にすると一応9200コインですね。こちらはトレフカが余ってればやればいいかなぐらいです。はい、最後が81、87アップグレードも来ています。これは TOTY って言えないから、今後の何かに使うって感じかな。先ほども言うの忘れてましたが、81プラスアップグレードと、あとこの81、87も、そうですが、再挑戦が可能ですね。はい、こちらも前来ましたよね。フォワード3枚使って、中盤1人使ってのパターン。うちレアが2人ということで、半分はレアという感じ。こちらも、トレフカとか余ってる方が、やってみてもいいかなっていうぐらいです。作ったパックはあえて残しておくのもありじゃないかなとは思います。はい、ということで今回の情報は以上ですね。今回も SBC 中心でしたが、アップデートもなんかも来るそうなんで、その辺も楽しみですし、
今週はね、フューチャースターの、トークがね、たくさんもらえますので、そちらもぜひチェックしておきましょう。こちらのチャンネル、ほぼ毎日 FIFA の情報を紹介しておりますので、FIFA 情報をサクッとね、確認したいという方はぜひチャンネル登録などしていただいて、見ていただければと思います。春以降は、サブチャンネルにね、移行する予定なので、そちらもまあ、いずれね、登録などお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。